お時間になったのでそろそろ始めようと思います。はい、今日は初めての無料のズームを使っての講習会をしてみたいと思ってます。これは私も初めてなので皆さんとうまくやっていくために試しにやってみるっていう会になってます。なので時間も短いですし限られた時間の中なんですけれども、ご希望が多かったおはしょりのを一重に処理するっていうところをやっていこうなと思ってます。もしご一緒にボディを用意して参加する方がいらっしゃったらぜひそれもいいと思います。やってみてください。でまず私も何もまでやっておいてくださいっていうようなお知らせをしているんですけど、今の私胸紐してないんですね。これ胸紐の場所によって胸紐が高い位置でこう胸紐する人は中の手が自由に動くんですが、胸紐の場所がちょっと低い人はきっと中が自由に動く、自由度が低いのでやりにくいかなと思うので、私は基本的に胸紐をやりつつ中を処理しているタイプなんですね。なので今日はちょっとこちら側開いてご覧いただいて、中の処理をご覧いただいておいて、それで皆さんが参考にしていただければいいかなと思っています。なので実際は仕事するときは私ここで紐を持ってるってことになるんですが、で襟にクリップが2つついている状態でこうなるわけですよ。それでこのおはしょり一重に上げたり二重に上げたり皆さんいろいろなさってると思うんですけど、私はその多くが振り袖の場合ですね、ここ伊達巻きしてますが、伊達巻きだったりお客様によっては伊達締めだったりとかいろいろ持ってらっしゃるから一概にこれだけとは言えないんですが、今日は伊達巻きでちゃんと紐のついてるタイプを使っています。で、下前から揃えていくので襟合わせますよね。こうして合わせていった時に、この時こちら側のクリップ取って、今合わせてるクリップ取ってここにするんですが、今日の場合はこちらがちょっと開けようと思うので逆にしたいと思ってます。こっち側の上前側のクリップ取ってでここにつけています。でこのクリップですね、お襟留めるために皆さんいろいろな場所に留めると思うんですね。でもっと身厚からスッと取りやすいところにずっと奥に留める方もいらっしゃると思うんです。ただし今回今日私がやりたい中の処理はあんまりこう身厚口側にしてしまうと中で自由度が減るので、ちょっと手前側にそうやってしてみてこうなっていたら、次ここですよね、ここも同じように処理してあげていきます。そうしたらちょっと止めましょうか、この部分ですよね、この部分は胸タック、ちょっとここ処理していただいて分解してこう綺麗になってる、この部分はポケットですよね、ポケットこうしてもらいます。でもこの時脇縫いは脇縫いで置いといてください。そうすることによってここの布目揃ってますから、はい、脇縫いで揃えてよ、はい、それ でこのおはしょり、8センチ残すんだとしたら10センチぐらいのところで下から拾ってですね、はい、脇のタックを取って、はい、でここをあまりピッチリしてると、はい、動かないじゃないですか。ああ、脇のタックを取った。でね、でそこってどれ、これちゃえばいいの？そうですね。でも最終的に帯してからでもいいんですよ。全部帯してからでもこうやって入れて、帯したら別にそれしまう必要もなければしまわなくてもいいんだけど、そこをギュッてしまっとくと、はい、これギュッてここしまう、なるほど。でそれを使わないで、いるので5本には5本なんですね。で最後もそこで使わせてもらえるようになるといいかもしれない。はい、ね、であとこれどうす脇じゃないとどうすんですかって言われたから、いや隠れるとこにしとけば、こうやって隠れちゃうとこにすればいい。ここにもちろん
ろんしてもいいんですよ。ここでしてもいいんだけど、そうするとこの脇の絵が後ろに行っちゃったりするから嫌だなと思うので、脇の絵はここに置いといて、そのしかできなかったんですけど、もう一番あとは補正が私はすごい大事に思ってるので、補正を絶対オンラインで皆さんにやっていきたいなと思って、補正もいろんなことして、100人いたら100通りでしょ、こんな子もいればあんな子もいたり、こんなでしょ、でまずまっすぐ立ってもらうことが大変なんだから、もうそれから始めて補正を、私はタオルが重視なんですけど、タオルで補正をしていくのをやっていきたいなとは思ってます。今日は短い時間、皆さんありがとうございます。お勉強家でとってもすごい偉かったな皆さん頑張って、またいろいろご質問とかくださいね。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとでもお役に立てればラッキー勉強になりました。はい、着付け大好き山宮ひろ子でした。私テーマソングかけてって言ったの、サザエさんみたいなの。テーマソングかけてって言ったらテーマソングなかったのよ。今度用意しとく、ね、サザエさんかロッキーかなって言ってんだけどね、うん、あとは笑点のテーマソング、あの辺あたりをかけてくれたら私いい乗りでできると思うの。著作権大丈夫、うん、あ、著作権の問題だって、あ、そうだって、はい、またね、またね、それでは、はい、ありがとう、また会いましょう。感想を、キャー、楽しかったね。でもやっぱりあの大きいの、大きい子 iPad とかでちゃんと見ないとダメだねって思いました。見なす必要はなかったので、今日の場合はこの辺だけだったから、そういう自分を上手に映すこうことも考えるとよく見えるから、今日は皆さんレベル高かったからね、やっぱさすがです。お疲れ様でした。また、ね、今度補正やろうかなって思ってます。サザエさんの曲で。